下恵子さん、本名関口恵子、旧姓竹下です。生年月日1953年9月15日生まれ、67歳です。愛知県名古屋市東区の出身です。身長157センチ、血液型 A 型、職業は女優様でございます。テレビや映画舞台で活躍されています。1972年にデビュー。俳優者は写真家の関口照夫さんです。父親の重人さんは元財務官僚で弁護士です。とてもお嬢様です。南山中学校高等学校女子部、東京女子大学文理学部社会学科卒業で、中学高校で演劇部に所属しています。本当にお嬢様学校をずっと育っていますね。1976年10月からクイズダービーのレギュラー回答者として出演して、三択の女王として呼ばれて有名ですね。男はつらいよとか、北の国からなどの国民的作品に出演されている女優様で、ソープ嬢桃子シリーズが代表作となります。本当にお嬢様で気品にあふれていて、ずっと上品で綺麗ですね。チャーミング、本当に可愛い。もう大好きですね、もう。本当今、ずっと可愛いですね、この人。